こんにちは、松本玲奈です。今日はですね、ついにやってきましたよ、先行予約会の季節が、イエーイ。ということで、今日はですね、1、2、3月の先行予約アイテムをすべてルックブックで紹介していこうと思ってますので、ぜひ最後まで見ていてください。ということで、レッツゴー。はい、ではまず1体目です。1体目がですね、こちらです。毎年クラネで人気の半袖ニット のカーディガンのシリーズですね。今季はですね、立体的なドットが映える編み地に仕上げております。ホワイトとレッドとブラックでもどのお色もすごく可愛いのですが、やっぱり白がね、はい、もう一番映えるし、私は大好きです。で、いつものクラネの白よりも、アイボリーっていうよりも、もう結構白に近いお色になっております。で、スナップボタンになっていて、カーデとしても使えるし、こういう感じでトップスとしても使っていただけます。もうこのね、ポコポコ編み地がすごく可愛くて、とてもおすすめなアイテムになっております。小物はすべてホワイトで、ちょっと SS らしいスタイリングに仕上げてみました。はい。そして次なんですが、このポコポコニット白もすごく可愛いんだけど、赤もねめちゃくちゃ可愛いんです。ちょっとね着てみたくなったので着てみます。はい、こんな感じでね、ホワイトとまた全然違う印象で着ていただけるんですが、ちょっとベージュと合わせたら可愛いかなと思ったので、今回から発売されるベーシックコンパクトニットの同じ編み地のね、スカートと合わせてみました。で、シューズがね、キャメルなので、バッグもキャメルで、ちょっとトーンが可愛いスタイリングにしてみました。バイバーイ。はい、次3体目です。3体目がですね、これもすごく可愛いんです。こちらが、アイボリーとブラックの2色展開なんですが、もうね、はい、これもね、このね、アイボリーすごく可愛くて、もうほんとふわっとした印象が本当にね、特徴的なトップスなんですが、程よい透け感が春夏らしいシアーチュールトップスになります。このね、袖も可愛いよね。このなんか柔らかい雰囲気で、チュールをね、何枚も重ねて作っているので、本当に大人の女性が着ていただけるチュールのトップスになっております。このフレアのボリューム感だったりもとても可愛くて、インナーのキャミソールもセットでついております。で、袖のところがゴムになっているので、伸ばしていただいてもちょっとパフっぽく、半袖っぽくしてもらっても可愛いです。でもこちらはですね、はい、今回は結構もうカジュアルに普段使えるように私服っぽい感じでスタイリングしてみたんですが、本当にオケージョンとしてもすごく使いやすいので、ちょっとした女子会などにもおすすめのトップスになっております。はい、バイバーイ。はい、次4体目です。4体目がですね、こちらクラネで毎シーズン大人気のワイドデザインニットトップスです。今回はアイボリーとこのミックスのグレージュと、あとはネイビーの3色展開なんですが、2way のデザインになっております。毎年ね、ちょっとずつアップデートされてるんだけど、今回は 2way で、あとこのね、ミックスカラーがとっても映えるデザインになっております。私はこのグレージュが本当におすすめで、シルエットはね、もちろん毎年同じで、もうとても着やすいんですが、この V のね、開き具合も本当にちょうどよくて、胸の谷間も見えないし、程よくカジュアルに着やすい V ネック加減と、あとはこのもうちまちまの糸がとても可愛いです。で、サイドに大きなスイットも入っているので、とても着やすく、後ろもね、ちょっとデザインが入っているので、これを前にしてもらって着てもらっても可愛いです。そして何だったかな、あ、そうだそうだ、このね、シューズもすっごいお気に入りで、私2足持ってるんだけど、このスクエアトゥーに波のようにウェーブしたカットラインがポイントのパンプスになっております。しっかりね、結構ホールド感があるので、結構ね、すごく履き心地も良くて、結構ね、たくさん歩いても楽ちんです。で、ヒールも太めになっているので安定感もあっておすすめです。で、こちらショートパンツで合わせてみました。このショートパンツも可愛いよね。私このショートパンツ3色買おうと思っております。はい、
でちょっとこんな感じで小物はブラックで締めた感じに合わせてみました。でなんだあそうだそうだこのねニットがすごく可愛くて 2way なのでせっかくなのでちょっと着てみようと思います。はい、はい、こんな感じです。さっき後ろにしていたあのデザインの方を前に持ってきたんですがこちら側で着てもらってもとても可愛いです。結構ねあのニットの印象がすごく変わるので本当にいろんな表情で着ていただけるしスタイリングに合わせてあの裏表してもらえるので本当にねめちゃくちゃ使いやすいです。で後ろがねあの程よく V で開いてるのもすごく可愛いし本当に寒い時は中にハイネックとか合わせてもらっても可愛いデザインになっております。でこのネイビーのねちまちま加減もとっても可愛くてあのグレージュよりもちょっとメンズライクな印象になります。で合わせているのがねあのこちらクラネの定番のベーシックタックパンツになっております。で今季はあの少し生地があのいつもの生地と違うんですよね。で色がアイボリーとライトパープルとブラックと私が履いているこのグリーンなんですけれど今季はですね少し表情感のある素材にアップデートしています。あの SS に履きやすい素材でシワにもなりづらいのでとてもおすすめです。そして次が6体目なんですがこのメッシュトップスもねめちゃくちゃ可愛いんですよね。本当に私ねこのベージュが一番おすすめなんですけど結構ねなんて言うんだろうグレッシュなベージュで本当ヌーディーな印象で着ていただけるのであの大人の方でもとても着やすいメッシュトップスになっております。で、色展開なんですが、ホワイトとこのライトブルーですねとブラックとベージュの4色展開なんだけどもうどれもおすすめでもう本当に使いやすいです。であとこの大きいバッグもねすごい可愛くて結構私と愛子がすごく気分だったから作ったんだけどこういう感じで斜めに下げてもらってあの持っていただくととても可愛いんじゃないのかなと思います。でこのねキーリングもついているのでここにキーをぶら下げてもらって使ってください。でこのねあのすごく大きくてちょっとしぼ感がある素材なんですが、ここにクラネって肩押ししてやってあのキーリングが出てきます。で肩紐のところはあの痛くならないようにちょっとふっくらあの太めのストラップになっているので重いものとか物をたくさん入れた時も優しく包み込んでくれます。はいこんな感じでした。バイバーイ。はい次7体目です。7体目のねこちらのワンピースがもう本当に展示会で大人気だったんですがこちらがベージュとモスとあとネイビーの3色展開になっております。このワンピースは私はねこのモスが一番のお気に入りなんですが本当にゆったりしたデザインでとても着心地が良いです。はいこんな感じで後ろにちょっとスリットが入っててゆったり軽い印象で着れるワンピースなんですが本当にねこのジップが開けてきてもらってもすごい抜け感出て可愛いし上まで開けてもらっても可愛いし結構表情が違う感じで着れるのとあと胸の大きなポケットやハーフジップのスタンドカラーなど結構ミリタリーの要素をモードにアレンジした大人のワンピースになっております。であのウエストベルトをねあのつけるとまた全然違う印象で着ていただけるので私は結構ねこのワンピース1枚でもうだるっと着るのも好きなんだけどあのベルトをつけてちょっとこう締まった感じで女らしく着るのもとてもおすすめです。でこのねモスになんかこのライトベージュみたいな色を合わせたらすごく可愛かったので結構ねこのスタイリングの色味も SS おすすめです。バイバーイ。はい次8体目なんですがもうねこの8体目のこちらのシャンブレーシャツはやばいんです。もう可愛いんです。本当にこのねあのなんていうのベージュとあとグリーンとあとピンクとはい次こちらのチャコールグレー4色展開なんですがどの色も本当に可愛くておすすめなんですがはい私はこのねベージュが一番おすすめカラーとなっております。このシャンブレーのね糸と糸をね組み合わせるのめちゃくちゃ難しかったんだけどこの色は確かベージュとパープルを混ぜたんだったかな。すごいね本当にね糸と糸をこう折ってこの色味を作ってるのでとてもね本当にね
こだわりがギュッと詰まったアイテムになってるんですが、とろみのある軽やかな生地感で着心地もとても良いです。そして、結構ね色がねすごい綺麗なのでベーシックタックパンツのライトパープルを合わせてみました。はい、そして私今変身したんですが、このね肩紐を今回中に仕込んであるので、結構ディズニーランドとかそういうちょっとアウトドアの時暑くなったらママさんとか両手開けたい時とかもあると思うので、こういう感じで斜めにぶら下げたりもしてください。もう両手開くからさ、こんな感じでおいでってできるよね。はい、でもバッグとシューズはブラックでシンプルに合わせました。そしてもうこのシャツに関してはもう全色着てみせたいんですが、とりあえずちょっとこちらのグリーンを着てみます。グリーンもねすっごい事業部で大人気のカラーだったんですが、こちらのシャンブレーはね確かグリーンとオレンジを混ぜたような記憶があります。角度によって色味が変わるので実際見ていただいた方が綺麗さがわかるんですが、本当に綺麗な色味になっております。はい、でボタンをね最近ちょっとこうかけ違えて着るスタイリングも結構好きなので、ちょっとそんな感じで合わせてみました。で合わせているのがニットパンツなんですが、こちらも全色買う予定です。はい、でなんだ、あそうだこれか、これがねもう一番本当にねもう激おすすめのアイテムです。こちらがねもう本当にね私紙ジャケットって呼んでるんだけど、ベージュもねすっごい可愛いでしょ。そしてこちらのライトブルーですね、すっごい綺麗なライトブルーと、あとこちらのネイビー3色展開なんですが、こちらのアウターは3ウェイになっております。でも1枚でねこうやって羽織だけでも可愛いんだけど、ここからちょっとニョキッと手を出してバッグとか持ったりして写真撮っても可愛いなと思います。で中に着てるのがメッシュのトップスです。でこのねジップがね前のところにひよくでついているんですが、このねファスナーでボレロが取り外し可能になっているので、このボレロを取ってもらうとなんとベストになるんです。このねベストもすごい今気分でめちゃくちゃ可愛いし、本当に多分ちょうど生地着だと思うので、中にニットとか着てもらってベストを使ってもらってもいいし、このベストの上から本当にウールのジャケットとか着てもらっても可愛いし、本当におすすめです。なのでジャケットと着てもらっても可愛いんですが、このベストとして着てもらっても可愛いんですが、ヘイヘイ、こちらこのボレロをね着ると、これはこれでまたねベストとまた全然違う印象で着ていただけるので、これも可愛くないですか。もう本当に結構そぎ落とした感じのミニマルなジャケットなんですが、モード感あってとても可愛いです。そして私が今履いているこのニットパンツも最高なんですよね。本当にね履き心地が良くて、なんだろうな、ウエストがゴムだから履き心地がいいっていうのと、あとポケットがついているのと、本当に何でも合わせやすいです。はい、でこんな感じでちょっとね裾絞まりになってるのでブーツインとかしてもらっても可愛いです。そして次こちらのニットも可愛くないですか。もうルーズなシルエットがポイントのロングスリーブトップスです。こちらがボーダーとホワイトとオレンジとブラックの4色展開なんですが、私はちょっとこのボーダーを着てみようかな。もうなんか何とも言えないこのカジュアルさ、抜け感とかも本当に私大好物なんですが、あえてちょっとボートネックに作っております。そしてかなり大きめで作ってるんですが、もうこれはこのぐらいダルダルで着てもらうのがすごく可愛いんじゃないのかなと思います。でね、このボーダーもね太すぎず細すぎずとっても合わせやすいボーダーになってるんですが、もうね大人のカジュアルスタイルって感じで、このね今気分の斜め掛けバッグを持ったらもうスタイリングも完成ですね。はい、こんな感じで結構モノトーンなんだけど、強くなりすぎなくていいんじゃないかなと思っております。バイバーイ。はい、次12体目です。12体目はこちらのスカートですね。このスカートもねすっごい展示会で一番人気でした。
このもうやっぱボリューム感が可愛いんですよね。でもうホワイトとブルーとあとブラックの彩色展開なんだけど、やっぱりもうこのギュッて寄ったギャザーだったり、あと 春らしい軽やかなボリューム感が可愛いスカートになっております。でトップス合わせているのがボディースーツなんですが、背中がばっくり開いてて女らしいシルエットが特徴的なトップスです、ね、このスカートめちゃめちゃ可愛いよね。本当に結構スーパーロング丈になっているんですが、もうこの感じで着てもらったら可愛いんじゃないのかなと思っております。はい、こんな感じです。そしてなんだ13体目、そのままいきます。あ、これ私がねお誕生日会の時に着ていたドットメッシュワンピースですね。これもね前色すごいおすすめなんだけど、ホワイトとオレンジとブラックの3色展開になっております。で本当にねオリジナルの素材なんだけど、このドットメッシュがすごい可愛くて、そんなに透けすぎなくてさりげなくドットデザインがあるのでとても着やすいです。で私はこれはもうブラックが一番使いやすいのでおすすめなんですが、どの色も本当に着やすいのでぜひチェックしてみてください。でも袖はいつものようにちょっと立体的で構築的なデザインになっていて、ワンピースなんだけど本当にやっぱ素材がモード感ある素材なので、結構ガーリーになりすぎずモードに着ていただけるワンピースになっております。はい、もうこれはオールブラックでちょっと綺麗な感じでまとめてみました。はい、バイバーイ。はい、ということで皆さん1、2、3月の先行役アイテムを使ったルックブックはいかがだったでしょうか。もうね可愛いものがありすぎても大変だって感じなんですけれど、もうねどれも自信を持っておすすめできるアイテムばかりなので、ぜひ楽しみにしていてください。こちらのねアイテムを使った先行役会は12月16日から開催されますので、ぜひ楽しみにしていてください。詳しいね内容は概要欄の方に貼ってあるので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。ということで今日はこの辺で、バイバーイ。